それは英語を言うなら British English。 もいちさん、はい、まあ、シャドーイングと同じぐらい有名な勉強法にディクテーションがありますね、うん、はい、ありますね、はい、ディクテーションって聞いたことあるけど実際どんなことをすればいいのっていう質問であったり、ディクテーションってそもそも効果あるのみたいなね、うん、質問がいろいろあるかなと思うので、今回はディクテーションをこれからやってみたいっていう方向けに、ディクテーションの正しいやり方、あと効果ですね、それから注意点で、最後におすすめの教材とアプリを紹介していきたいなと思います、うん、はい、でディクテーションの効果やメリットなんですけど、やっぱり細かい音が聞き取れるようになるっていうのが一番大きなメリットかなと思いますね、うん、はいはい、ディクテーションっていうのは英語の音声を再生してそれを書き起こしていくっていうね、タイピングでもいいですけど、聞いたものを文字に起こしていくっていう勉強法になるんですけど、これやってみると今まで実は聞き取れていなかった音っていうのが分かるようになってきます。あと冠詞が抜けてるとかですね、あとかザとかが抜けてるとか、複数形の S が抜けちゃってたとか、動詞の後ろに S をつけるの忘れてたとか、そういうのが分かったりするので、結構そこって文法の抜け漏れとかでもあると思うんですよね。なんで文法の抜け漏れとかも確認しながら、音をあここでこの音言ってたんか、もう一回聞くとあ確かに言ってるみたいな感じで、細かい音まで聞き取れるようになっていきますよっていうのがメリットとしてあります。なるほど。であとはこれから本当に英語の勉強を始めていくよっていう初学者に関しても、いきなりシャドーイングとかやると文章全体を聞いてすぐにリピートしていかないといけないので、ちょっと難しいなって思われる方もいるかなと思うんですけど、手を動かすだけでできる練習法になるので、割と取り組みやすい勉強法、まあ、多分中学校とかでも取り組まれてますよ ね、 そうですね、学校の授業とかで、まあ、結構やりやすいっていうのもね、一つメリットとして挙げられるんじゃないかなと思います。ただまあディクテーションって本当にやり方間違っちゃうとね、やっても伸びないものになっているので、正しいやり方を紹介していこうかなと思います。どうやるんですか。7つステップがあります。あら、7つ、まあ、ちょっと先に全体像をこちらに書いておきますね、うん、はい、こんな感じになっていて、ステップ1がまずは全体を聞いてみる、うん、でステップ2が一文ごとに音声を区切って書き取る、3が書き取った後にもう一度全体を聞く、うん、で4つ目がスクリプトで間違いをチェックする、で5つ目がなぜ聞き取れなかったかを分析、うん、で6つ目が知らない単語と表現は意味を確かめる、うん、そして7つ目に間違えた部分を意識しつつもう一度聞くというやり方になってます、まあ、一つ一つステップごとに、ね、解説していきたいんですけど、はい、最初に、まあ、全体像を掴んでいただきたいので、一旦ディクテーションとかしなくていいので一度聞いてみましょう。でこの時に明らかに自分のレベルに合ってないものだなとかあったら弾いてほしいんですよ、うん、何も聞こえないですみたいな、早すぎますみたいなのがあったら、それ頑張ってディクテーションしようとしてもあんまり意味ないと思うので、そうですね、まあ、少なくとも7割ぐらいは聞き取れるぐらいがいいんじゃないかなと思います。特にディクテーション始めたばかりの方はあまり長すぎないものを、ね、選んでもらえるのがポイントかなと、うん、この動画の最後におすすめの教材とかアプリも紹介するので、まあ、その辺を使っていただければレベルに合ったものは選んでいただけるんじゃないかなと思います、うん、でステップ2が一文ごとに音声を区切って書き取るっていうところなんですけど、はい、まあ、ここからディクテーションしていくっていう形ですね、うん、まず1回再生してもらって、その聞こえた英文を紙に移していくと、でなるべく1回目でできる限り書いてほしいんですね。で2回目3回目って聞いていくんですけど、まあ、2回3回聞きながら聞き取れなかったところを埋めていくような感じで進めてもらえるといいかなと思います、うん、でこの時に注意してほしいポイントとしては、スケールミスはあまり気にしないってことですね、ほいほい、はい、まずは耳に入ってきた音をひたすら書き取っていく、うんうん、でカタカナで書いても OK です。分からなければですからね、全部カタカナで書き取ってことですね。そうですね、はい、聞き取れない音に関してはこういう風に聞こえてる気がするみたいなものを書いてもらえると後から振り返りするときに役立つんじゃないかなと思います、はい、でステップ3が書き取った後にもう一度全体を聞くですね、ほうほうほう、まあ、一通り聞き取りをした後に単語の音だけに意識が行きがちなんですよ、はい、意味を意識しないで聞いちゃうって人が多くて、はい、ただ意味を理解できないとリスニングやってる意味がないというか、うん、音だけ分かるんだけど意味が分からないみたいな人になっちゃうっていうのがあって、うん、なんでディクテーションやりすぎると英語力落ちるっていう人もいるぐらいなんですよね、うん、ディクテーションやるときってやっぱ穴埋めになりがちで、はいはい、その一つの音だけ聞いてて何話されてたか全然覚えてませんみたいな形になってしまう方が多いので、このステップ3で書き取った後にもう一度全体を聞くっていうのを入れて、自分でね書いた英文とか見ながらでもいいんですけど、意味理解の方に意識を向けながら聞いてもらえるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で4つ目のステップがスクリプトを見て間違いをチェックするですね。これは自分が書いたものが合ってるかどうかっていうのを確認するっていうステップになるんですけど、赤ペンとか色のついたペンで修正とか入れてもらえると、後からどういう音が聞き取れてないのかとかね、共通して
聞き取れてない音はないかとかね、分析がしやすくなりますので、うん、色付きのペンで修正入れてもらえるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、特にディクテーション始めたての頃だとやっぱり慣れてないと思うので、結構間違えちゃう、赤が多いみたいな人もいるかもしれないんですけど、間違いが多いっていうことはそれだけ学ぶことが多いというふうにも言えますので、そこはあまり気にしすぎず落ち込まないで続けてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、ステップ5がなぜ聞き取れなかったかを分析ですね。まあ、いろんなミスの原因があると思うんですけど、はい、まあ、よくあるのが知らない単語だった、はい、多いですね、はい、知らないフレーズだったとかね、うん、まあ、これちょっと仕方ないところですよね。まあ、そこは覚えればいいんじゃないかなと。で、逆に知ってる単語でも覚えてた単語の音と発音がずれてたっていうこともありえますよね。で、その場合は普段からやってる単語学習のやり方にもしかしたら抜けがあるというか、うん、 その音を意識せずに勉強しちゃってるんじゃないかっていうふうに気づけたりだとか、自己流でね、単語帳とかやってても勝手にめちゃくちゃな発音で覚えてる人多いですからね、うん、で、あとは話のスピードがちょっと早すぎて聞き逃しちゃった、うん、これは速度変えてもらってもいいと思いますね。 0.8 倍とか落としたりする機能がついてるアプリとかもたくさんあるので、それも試してみるのもありかもしれないです、うん、スピードを落としたら聞けるのか、スピードを落としても聞けないのか、あとは前にも言いましたけど、その漢詩とか複数形の S とか前置詞とかが抜け落ちてるとかいう場合は、そういうのが抜けがちなんだなっていうのも分かりますし、逆にここでそれらの音がどう発音されるのかっていうのを覚えていってほしいですよね。音で言うともう一つリエゾン、その音のつながり、音の変化っていうところが聞き取れなかったっていう人もいるかなと思うので、まあ、その辺も意識して復習してもらえるといいんじゃないかなと思います。このディクテーションを繰り返していけば、そういったミスがどん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 減っていくので、分析しつつ次は聞けるようにしようと思って、また新しいディクテーションに取り組むのがいいんじゃないかなと思いますね、はい、で、6つ目のステップが、知らない単語表現は意味を確かめておくっていうことですね、はい。まあ、さっきの聞き取れなかった原因のところにもありましたけど、知らない単語だと聞き取れなかったりするので、まあ、それはシンプルに覚えましょう。で、まあ、これ覚えないでどんどん次へ次へってやっていく人いるんですけど、ちゃんと覚えてもらった方がいいかなと思います。絶対そうですね。あとは逆に今までやってきた参考書、単語帳とかに載ってなかったら、そこに書き足すとかね、してもいいと思うんで、あ、これは覚えておきたいみたいなものがあったら書き足してもらったりとか、忘れないような工夫をね、そこでもしてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、ステップ7が、間違えた部分を意識しつつもう一度聞くですね。特に間違いが多かった場合だと思うんですけど、全然もう合ってたよっていう場合は抜かしちゃってもいいステップかなと思いますが、結構間違ったなっていう場合はちゃんともう一度聞いてみて、音変化意識したりだとか、単語を覚えた上でちゃんと聞き取れるかなっていうのを確かめてもらったりとか、最後のね、総復習というかまとめとしてやってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、ここまででやり方は分かったと思うので、はい、次に注意点は3つあります。注意してほしいポイント、1つ目が長時間やらない。おお、ほいほいほい。なんでかというと、うん、やっぱディクテーションって結構集中力を使うトレーニングなんですね。疲れます。で、結構疲れるしストレスもたまるので、うん、英語嫌いになっちゃうのが一番英語学習全体にとってダメージが大きいんですよ、うんうん、なんでそうならないためにも、毎日15分から、まあ、やっても30分ぐらいまでとかに留めておいてもらえるのがいいんじゃないかなと思います。なるほど。で、あとはこれも長時間行わないっていうのと加えてちょっと関係しているのが2つ目の注意点で、毎日行わないですね。おー、へー、意外。まあ、リスニングの勉強自体は毎日してほしいんですよ、うん、何かしら音声を聞くとか、はい、ポッドキャストとかでももう移動時間とかね、聞いたりする方法いろいろあると思うんで、うん、やってほしいんですけど、大きな理由としてはリスニングの内容理解には向いていないからですね。で、次に注意点3がディクテーションだけをやらないってことですね。ディクテーションって聞く分量が結構限られちゃうんですよね。はい、そうですね。多分やり始めだと本当に 2,3 分、うん、4分とかを完璧にするまでに時間かかりすぎて、それしか聞かないみたいな、っていうのと、音の意識の方が結構強くなっちゃうので、意味の理解の方がね、なかなかついてこなかったりとかしますし、口じゃなくて手を使っちゃうんで、どちらかっていうとやっぱ流暢性とかスピーキングに生かしたいなっていう場合はシャドーイングやってもらった方がいいかなと思うので、ちなみにシャドーイングに関してもこちらの動画でね、やり方とか紹介してるので、よかったらそちらも見てください。なので組み合わせてもらうっていうのは大事ですね。ディクテーションだけやるっていうのはね、やめた方がいいかなと思います、っていうのが注意点でした。はい、で、次におすすめの教材とアプリですね。まあ、最初におすすめしたいのがこちらのアルクさんから出てる究極のディクテーションですね、うん、ボリューム1と2が出ているんですけど、これらは穴埋め形式のディクテーションに特化した参考書になってます、うん、まあ、穴埋めでディクテーションしていけるので、初心者でもやりやすいっていう、ね、ものになってます。で、結構 Amazon のレビューとかでも簡単すぎたっていう人がね、多かったりとかして、 TOEIC で言うなら300-400点ぐらいとかからでも全然取り組めるかなという内容になっておりますので、これからディクテーション試してみたいなっていう方にはおすすめの参考書にはなっていると思うんですけど、中級者とかには
にはちょっと向いてないかもなっていう参考書ですね。でスクリプトの難易度に関しても中学英文法が入っていれば理解できるようなレベル感になっているので、まあ、英語の基礎知識を確認しながらやっていきたいっていう人におすすめの参考書になってます、うん、で次はアプリなんですけど、はい、ディクトレ、ディクトレ、はい、まあ、多分ディクテーショントレーニングの略ですね、うんうん、というアプリですね、うん、でディクテーションに特化したアプリになっていて英文を聞いてアプリ上なんで、まあ、スマホとかでタイピングで書き取っていただいてその後に答え合わせを自分でして解説を読むと、これらがもう全部アプリで完結するっていうものになってるんですね。本当に一文だけやるとかもできるんですよ、はいはいはい、だから通勤時間に毎日一文やるとかでも全然いいと思うんですよね、うん、毎日やるなとか言っといて毎日やるって言っちゃったけど例えば月曜日はこれやるとか、そしたら毎週月曜日はディクトレでどれぐらいディクテーションできるかなっていうのを試して、うん、他の日はシャドーイングとかしたりして、うん、月曜日はレベルチェックする日みたいなね感じにしてもらってもいいと思うんで、でディクトレのちょっと変わってるところがトイックのパート2形式のディクテーション問題が入ってます。なのでトイックをね目指すっていう方にもおすすめのアプリになってますね。ある程度やると有料版になっちゃうんですけど、その無料でも結構試せるセットが入っているので、まあ、まずは一旦ねダウンロードして聞いてみてもらえるといいんじゃないかなと思います、うん、で今度はもうちょっと上級者向けにおすすめしたいアプリがテリクト。ですか、それは。テリクトはですね、テッドを見ながらディクテーションを行うアプリです。まあ、テッドについてはこちらの動画で紹介してるんですけど、テッドトークの方ですよね。そうです。クマの方じゃないですよね。あ、クマじゃないです。著名人のスピーチとか聞けたりするよっていうものなんですけど、うん、テッドトークなのでやっぱりレベルがちょっと高めになってるかなと思いますね。まあ、中級者だったらいけるかなって感じだと思うんですけど、まあ基本上級者向けかなっていう感じで、キーワードを入れたりして動画の長さとかから動画を絞り込めたりするので、あと字幕ありなしとか再生速度も変えられたりします。なんで、まあ、結構自分に合った動画でディクテーションの練習していくことができるんじゃないかなと思いますね、まあ、普通にディクテーション以外で普通にテッドトーク見るって形で使っていただいても問題ないので、うん、なんで、まあ、テッドトーク好きだよっていう方はねテリクト使ってもらえるといいんじゃないかなと思います、うん、ということで今回はディクテーションのやり方と注意点、あとはおすすめの参考書とアプリですね紹介してきたんですけど、いかがでしたか。いやなかなか思ったより奥が深かったですね。やっぱ間違えたやり方でねやっちゃうと失敗につながりやすいのもディクテーションだなと思うので、うん、ぜひこの動画で話した内容を参考にしていただいて適切にねディクテーション自分の勉強に取り入れてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。